はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。MDC グループ総代表を務めております。生涯ナチュラルトレーニーこと、ナチュラルチェストモンスター健太店長です。なんか今日曇ってますね、なんか映像が。あ、これメガネが曇ってるのか。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。今日はですね、なんていうんですか。ニュース、ネットニュースネタです。はい。なんか、全然テレビ見ないんですけど、僕。結構ニュースネタを動画で、なんか、はい、取り扱うのが好きで、ね。前からちょろちょろっとなんか、その時話題になってるニュースに対してちゃちゃを入れるっていう、はい。誰得なんだろうかっていう動画をね、やるんですよ。はい。でね、最近まあリモートワークを始めたことも、そう、相まってですね、結構ネットニュースが目に飛び込んでくることが増えて、もともとなんかツイッターとかいじくるようになってから、結構ネットニュースを見るようになって、見るというか見ちゃうようになって、最近嫌でもやっぱりね、スマホとかパソコンいじってると、ネットニュースが目に入ってきちゃうんですよね。見たくなくても。で、僕はテレビを基本的に見なくて、もうアンテナ線すら入れてないレベルなんで、サブスクのね、ネットフリックスとか、なんかアマゾンプライムとか、そういうのは、登録してて結構好きで見てるんですけど、基本的になんか今やってるテレビを見ることって基本ないんですよ。だからあんまり世の中のことが最近わからなくて、本当ネットニュースぐらいでしか、へえ、最近こんなん流行ってんだとか、こんなこと起きてんだっていう情報を入れる術がなくてですね。はい。まあ、正直別に世の中の情報ってね、ほとんどいらない情報ばっかりなんで、ニュースとか、雑誌とかで、はい、書いてることって、なんか意図的に遮断したんですよ。もうアンテナ線もいらんなって。うん、意味ねえなっつって。だけど結局まあネットニュースが最近目にすごく入ってきて、で、これね、読み方正直わかんないんだけど、多分 DJ ソーダさんですかね、これ。多分、まんま読めば DJ ソーダだと思うんですけど、これ読み仮名振ってないんだよね。最近すごいこの子をよくネットニュースで見るんですよ。DJ ソーダ?ソーダですよ、多分ね。はい。で、なんか、セクハラ、なんかフェスで、なんか胸をなんか変な、ファンなのかよくわかんない。会場にいた客から揉まれて、なんかセクハラ被害で、なんか話題になってた子ですよね。それはね、僕見たんですよ。はい。ネットの動画でね、見てね。で、なんかその時から結構物議醸しててね。いや、お前がそんな服装着てんのが悪いだろ、みたいな。はい。なんか触られてもしょうがねえような格好してんだろ、みたいなね。なんかネット民からの、はい。まあ、心のない声っていうか、うん、いや、それはまた違えだろって僕は思ったんですけど、ね、服装、ね、そんなん着てんだから触られんだろってのは、まあ、わからんでもないんだけど、そう。いや、まあ、ね、あれで外街歩いてて、人気のないとことか歩いてて、まあ、そういう被害に遭っちゃう確率とかはもちろん上がるだろうけども、だからといってね、そんな服装着てるやつが悪いだろうっていうのは、それはなんかちょっと、違うような気がするんだよね。うん。だそれ言うと僕ら昔ね、B ボーイが、はい、よく職質されたりとか、何にもしてないのに、僕なんてね、コテコテの B ボーイやった時って、もう本当に一日、毎日のように職質になってて、あげく軍手持ってただけで、これで人の首絞めて殺すんだろうつってパトカーに持ってかれたことありましたから、はい。近所で放火があったらね、放火したのお前らだろうつって、もう本当に言われのない非難を受けたこともありますし、まあ、警察曰く、お前らそんな格好してるから悪いっていう、うん。なんかこれに似たあれがあって、いや、好きで別にね、やってるだけであって、いや、そんな服装してる方が悪いだろうっていうのはなんか、それはちょっと違うような気がするんですよね。うん、確かにそういう風に見られる可能性もあるって、思うし、まあこういうやっぱね、ちょっと露出とか高い格好してたら、危険な目に遭う可能性は増えますけども、だからといって、ね、服装そんなんだから触られてもしょうがないだろうってのはちょっと、なんかそれは変な気がしますね。これタトゥーにも通じますよね。
いや、タトゥー入れてる方が悪いんだろみたいな、批判されたってしょうがねえだろみたいなことを言ってくるやついますけど、それはもうむちゃくちゃですよ。はい。ね。で、まあなんかそれで、なんかよくわかんないけど、物議を醸してて、あ、この人韓国の子なんだ。ごめん、日本人かと思ってた。なんか前もなんかこれ見た気がする。例えばその時もなんか俺韓国の子なんだってなんか言ったような気もしないでもないんだけど、韓国の子なんですね。はい。言われてみればなんか韓流っぽい顔してますね。うん、でね、なんかね、今日見たニュースでもうすごい気になったのがこれなんですよ。DJ ソーダのハグ&キス動画が物議。NBA レジェンドと密着。自分から行く場合は OK なんですね、てんてんてんみたいな。なんじゃこれと思って見たら、なんか、あの、シャキル・オニール、あのね、昔レイカーズにいた、はい。シャキル・オニールさんとのハグ&テイのキス動画をアップしたんだって、インスタグラムにね。で、その服装のなんか、あ、服装じゃねえや。まあ、密着ぶり、くっつく様子や、へそ出しで露出高めの服装が物議を醸していると。何をこれ意味わかんないっすよね。これがもう物議を醸すんだったらもう、なんだろう、外人のボディーランゲージは基本的に全部物議醸しちゃうし、うん。で、その詳細がね、マカオでのライブ活動と説明した上で、英語で彼の DJ としての道を、まあ、この辺はどうだっていいわ。まあ、とにかく、招待されたんだって。で、まあ、密着して手にキスする様子を乗っけたらしいんですけど、これに対してネット民が、自分から行くのは許されて、やられるのは訴えるんだね、これは賛否両論出るよとか、自分から行く場合は触られてキスされても OK なんですねとか、これシャック、まあ、これシャキルね、シャキル・オニールがセクハラを訴えてきたらどうすんだよなど、8月の騒動を踏まえた声も目立ったと。はい。いやいや、これ全然別の話ですよ。いや、まあ、まあ多分だけど、もうこれネット民ももう、本当にこんなこと書いてるのかなと思っちゃうぐらい程度の低いこと書いてんだけど、これ記者がでっち上げてんじゃないかなと思うぐらい、まあ、こんな記事書いてるやつを記者なんてね、僕は呼びたくないんですけど、まあ、もしこのコメントが本当に書いてたとしたら、もうこれ意味わかんないですよね。自分から行くのは許されて、やられるのは訴えるんだねって。いや、これは違うっすよね。相手、シャキール・オニールがそれで嫌がってたんだったら別だけど、嫌がるわけないじゃん、これで。だって。はい。あの、8月のね、セクハラ騒動は、わっけわかんない、観客の変なやつから急に触られて、それとこれとは全然別でしょうっていうね。だ本気で言ってるとしたら、本当にあの子、頭悪いなぁと思うんだけど、まあ、本気で言ってるやつもおるんだろうな。うん。自分から行く場合は触られてキスされても OK なんですね。これは当たり前だろっていう。うん、お前ら自分に置き換えてみろよって思うよね。まあ、まともに考えちゃいけないんだけど、こんな。そう。で、まあ、そっから、なんかこの子嫌われてんなと思って、なんか関連記事もいっぱいあるのよ。なんだか。コンビニでなんか撮影したのがなんかまたこれ物議醸してると。これね。セクハラ被害の DJ ソーダ、キャミソールでコンビニ撮影も、点々点、無許可の撮影アウト、食べ物投げるなよの声とか、もうなんかもう、とにかくこの子がやることなすこと気に食わないっていう連中が出てきちゃってるね。まあ、まあ、誰にでもそういうやつって絶対おるんだけど、で、まあ写真が載ってるのよ、ちょっと露出度の高いキャミソールで、これどこだ、コンビニの中でなんかプリンかなんかこうやってやってる写真。別にいいじゃんっていう風にしか思わないんだけど、別に僕この子嫌いでも好きでもないんだけども、いずれも日本のコンビニで美味しいものを選びますとコメントし、動画を投稿。ノーセクシュアルサービス、かっこ性的サービスはしてませんと書かれた肩紐タイプの白いキャミソールと、ピンク色のミニスカートを着たソーダ氏が、ローソンチェックと言いながら手招きをしてカメラが店内へ入る動画だと。マカダミア、じゃがりこなどと言いながら商品を次々と紹介し買い物カゴに入れていった。これに対しネット上では、これ撮影許可得てるの？コンビニ店の店内は撮影を禁じられておりますよ。無許可の撮影アウトだろうと、店内の撮影を禁止する、掲示写真を添えて行為を注意する声が見られたと。まあまあ、まあまあまあわかるけど、これ別にこの子だけじゃないじゃん。もう今更でしょ、この世の中。
正直。まあね、禁止してて、これ、店側が言ってんだったら正直わかるんですよ。いや、うち禁止なのに何やってるんすかとか、ローソンとかがね。で、あとはまあ、せいぜいこのフランチャイズなのか、まあ、直営店なのか知らんけど、ここのオーナーが、いやいや、ちょっとやめてくださいよって言ってんだとわかるけど、関係ない連中が言うのはなんか変だよな。やっぱり、お前ら外野やんっていう。まあ、俺も外野なんだけど。で、お菓子を、またお菓子をやや乱雑に買い物かごに入れる様子もあったことから、買う前から商品かごに投げ入れないで、まだ買ってもいないのに商品をかごに投げて入れるのは引いた、食べ物を投げるなのよという取り扱いを注意する声もあったと。なんかもう、とにかくもう、あらを探そうっていう感じが嫌だね。もう別にこの子がどうこうじゃなくても、このなんかネット民のこの一部ですね。これね、もうわかんないよ。全員がこうじゃないんだけど、もう一部なんだけど、ネット民の一部のこのなんかとにかく、あらを探そう探そうとする感じってほんと嫌っすね。そう。まあ、これなんかもう盛り上げようとして言ってんのかもしらんし、もうこの、ねえ、なんだろうな。まあ、これ僕ほら、昔ちゃんと配信者やってた頃って、やっぱ同じようなコメントいっぱいあるんですよ。動画、全然関係ない動画に、なんかこういう、もう本当になんか突っ込めるとこどこでもいいから探して、あ、ここでこれに対してちゃちゃ入れようみたいなやつらっておるのよ。暇やなーって思うのと、もうほんと気持ち悪いよね。もう小さい。もうこんなんになんかいちいちなんかこんな気もがネチネチしたコメントしてないで、なんかよっぽどもっと有意義にね、時間使えばね、きっと世の中良くなるのにね。世の中っていうかもう、ひいてはですね、これあなたの人生良くなるよって本当に言いたいですね。この、なんかネチネチアンチのコメント書いてる人たちってね、自分自身で自分の人生つまんなくしてるというか、なんか、さらになんか自分をイラつかせる種を探してるみたいで、なんか意味わかんないですよね。究極の M なんでしょうね。いや、生産性ないですよね。この、ネット民のこの、なんかね、このあら探しとか、誹謗中傷のコメント書き込まれて、本当に生産性ないよね。誰も得しないっていう、多分本人もね、これでさほどスッキリしてないと思うんですよね。このコメント、否定的なコメントをしたことで、多分スッキリもしてないと思うんですよ。なんかね、そう。言われた方も嫌な気持ちになるし、それを見てる方も嫌な気持ちになるし、多分書き込んでる本人もおそらくそんなにいい気持ちはしてないと思うんだよな。そう。意味ないどころか、意味ないどころか、本当に害でしかないですよね。だからね、やめた方がいいと思うんだよな。ね。っていうちょっとお話なんですけど、まあ別に多分僕のリスナーさんの中にもこの子嫌いな子きっとおるんだろうし、まあ好き嫌いなんでね、人間のそれはもう別に僕がどうこう言うこともないんだけど、まあなんか自分が嫌いな人がやることをなすこと全部否定するのってね、本当に良くないと思いますね、僕は。その人を正当にまあ見れない、なんか感情論でしかもう見れないのって、せいぜい中高生ぐらいまでにした方がいいかなっていうふうに、なんかまともな判断をするのになんかすごく妨げになってるですね。それを自分でやっぱ意図的にやめようっていう努力をしないと、まず自分の好き嫌いで、もう嫌いになったやつはとことんもう何やっても否定するみたいな。これでも会社にもよるじゃないですか、こういう人って。一回嫌いになった人に対してはもう、どの人がどんな営業の成績上げようが、何を、素晴らしいことしようが、表彰されようが、絶対もう否定して認めないみたいな。おるよね、そういう人。傍から見ててもやっぱ格好悪いし、本当にね、もったいないと思うっすね。やっぱまあ、その人たちができてるとこは認めてあげて、まあ、嫌いだけども、認めるとこは認めた方が、まあ、今後の自分の人生にも活かせると思うけどね。ということで今日はちょっと DJ ソーダちゃんの、合ってるかな、名前。DJ ソダちゃんだったらすいません。まあ、ちょっとなんかいろいろネットニュースに対しての、僕の意見でした。さよなら。